出していきたいと思います。2週間前に秋葉原で買い取りに出しに行ってきたばかりでしたが、自転車で行ったのでボックスを買い取りに出せず、なので今回行くことにしました。あとそろそろエフレギュが終わりそうなのと、汎用カードがハイクラスパックで再録されそうなので、家のストレージをかなり漁り、買い取りに出しに行ってこようと思いました。それでは秋葉原に行ってきます。秋葉原に行ってきました。まずは破裂通算の結果です。汎用カードの買い取り強化してますね。ということで今回の結果はこうなりました。動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。